おはよう。おはようございます。ゆうたありがとう。月曜日からなんでそんなに可愛いんですか？そっか、今日月曜日じゃん。ギフトありがとう。ぷーちゃん、見てくる。ぷーちゃんが見てくる。昨夜おいしいもの食べれた？食べた。そう、食べました。まあそれについては朝のメールで送っているので見てください。ギフトありがとう。朝から可愛いリオツ、まあ、ちょっとおでこが広いけど。ギフトありがとう。昨日ありがとう。思ったよりゆっくり話してよかった。久しぶりにお話できて楽しかった。ありがとう、来てくれて嬉しかった。こんなね、全然治らないんです。全然治らなくて、はい。なんかさ、口の中ってさ治りやすいみたいななんか言うじゃないですか。リオ全然治らないんですよ、逆に。しかも2個できてるから、2個できてるから痛い。そうだから、飲み物とか飲むだけでも痛いで、結構喋るだけでも痛いかも。普通に喋るだけでも痛い。ちょっとうん、どう話か。ありがとう、ありがとう。何かの栄養が足りてない。いや多分これのこのな、コーナーはね、絶対に前噛んだんですよ、自分で。食べてる時に噛んで、どっちでも普通に噛んだから、噛んでそれが口内に乗っとるけん、栄養とかの問題じゃなく、ただリオが自分で自分を噛んだだけなんですよ。そうなので、何かの栄養不足とかそういうしたことはないんですけど、そうだから何かの栄養不足とかじゃなくて、自分で噛んだ。食べてる時に普通に噛んだ。でもさ、このさ、上唇のさ裏をさ噛むことってあんまりないじゃないですか。リオどういう食べ方をしとったんかなってちょっと今わからん。
イースありがとう。ほらありがとう。負けた私は。コーナー今一個コーナー縁の競い。今くしゃみが出そうで出んかった。そう、なんで噛んだかもちょっと覚えてないちょっと覚えてないです。行ってきます。行ってらっしゃい。昨日リオリ姫可愛かった。嬉しい。リオリ姫校内に貼るシールみたいなの売ってた気がする。え、そう持ってるんですよ家に。そう、なんか校内に塗る薬とかは持っとるんじゃけど、あの寝るときに塗るのを忘れてそのまま寝ちゃう。いつも口噛むような癖があるじゃん。リオ？あるの？いや、口内はそれは関係ないけど、そんな癖あるっけ？そうです。不思議です。この口内はなぜできたのか。ありがとう。めいちゃん、あんりゃかわいい。目の前とこっちに犬2匹いる。なんか面白い。今日はね、夜まであるけんね、夜配信はできません。ピエンピエン、夜配信はできないんです。え、今日が 8? ってことは9 10 11 12 13 14 15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 
え？あ、そっか。え、菓子折りの決勝までさ、あと2週間ってこと？ 急に今数えたらあと15日？
なんかもう今から緊張してきたんだけど。ちょっとさすがに早すぎ、さすがに早すぎますね、緊張が。もう緊張してきました。昨日15分くらい待たされた、初めてだったこんな待った。そう、本当に昨日めっちゃ来てくれて、もうレオはもう嬉しい、嬉しみ、嬉しみの涙が出ました。本当に嬉しい。10日の花だれ、あさってか、8、9、10、うん、そう。やばい、普通にやばいよね、普通にやばいよね。え、柏木くんはなんて2週間ってやばくない？どうしよう。どうしよう。昨日の話かありがとう、めっちゃ楽しかった、よかった。晴れ娘のリアス受ける。そうだね、来週、今週末か。川崎のやつが今んとこ大雨予報らしくて。どうしようとか緊張するっていつも言うけどできちゃうよね。いやもう。あ、でもなんかもう緊張した方がもううまくいくっていう流れはもう作られたんです、自分の中で。そう、緊張した方がうまくいく。ついてるか、よかった、ありがとう。2時間目30分ぐらい待った、そう、嬉しい、ほら、ありがとう。めーな、何をペチャペチャしてるの。私がステージガーデン行きますので楽しみ、楽しみ。そうじゃね、今のとこ化石の予定、あ、曇り時々晴れ、あ、え、変わっとるじゃん。そう、なんかさ、昨日さマネージャーさんと話しよってさ、大雨予報らしいよみたいに言われて、そうなんじゃってなってたんですけど、曇り時々晴れ、仕事で行ってきます、いってらっしゃい。あ、55分ありがとう、教えてくれて。男女読みます、13位、ゲンテさん、ありがとうございます。12位、台湾高尾さん、ありがとうございます。11位、ドーグルスさん、ありがとうございます。10位コアラさん、ありがとうございます。9位 KG603 さん、ありがとうございます。8位日傘のタッキーさん、ありがとうございます。7位イワちゃんさん、ありがとうございます。6位シュウさん、ありがとうございます。4位あれ、5位鈴香さん、ありがとうございます。4位楽楽さん、ありがとうございます。3位ヤシカカくんさん、ありがとうございます。
に、まやかみやステーブさん、ありがとうございます。そして1位はドゥルドゥルバン、昔からおじいさん、ありがとうございます。パンパカパン。ツンツン貫通。ありがとう。7月8日2024、7月8日、料理姫？うん、もう帰っちゃったよ。また来年来るって1位昔からおじいさん、ありがとうございます。そう、料理姫はもう帰っちゃいました。また来年来てくれると思います。それでは夜配信はなしです。ぴょん。というわけで今日月曜日ですが、一緒に乗り越えましょう、乗り越えましょう。それではバイツーン、バイツーン。リオツン元気ちょうだい、カリオパワー出た元気どう、バイツーン、カリオパワー。リオのゴリオパワーを分けてあげます。ご両パワー、バイツー。